フランソワ・レオン・スヴェルニーは、フランスの技術者。1865年から1876年に、かけて、横須賀造兵賞、横須賀海軍施設ドックや灯台、その他の近代施設の建設を指導し、日本の近代化を支援した。名前が誤って、レオン・ウェルニーと表記されることも多い。1837年12月2日。 フランス中部のローヌアルプチ域圏に位置するアルデシュ県のオーブナで生まれた。父は、製紙工場を経営するマティアメデベルニー。母は、アンヌマリー・テレズ・ブランシュで、高男二女の兄弟の三男だった。就学年齢の8歳になると、オーブナの町で神父が経営するコレージュに通い、平均的な成績を収めていた。やがて理性の進学を目指して、 家庭教師の指導を受けると成績が向上し、1853年に16歳で、リヨンのリセアンペリアルに入学している。リセでは、厳しいカリキュラムをこなし、1854年には、数学で学年1位となっているが、科学の成績は振るわなかったという。ヨカニは、バイオリンや馬術を習い、1856年に、かねて死亡していた。 エコールポリテクニークへ合格者115名中64位という成績で入学した。エコールポリテクニークでの生活については不明な点も多いが、概ね良好な成績で1858年にベルニーは同校を卒業した。同年、海軍像専攻学学校に入り海軍技術者となった。同校在学中はしばしば旅に出て、1858年夏は、 オルレアンやボルドー、トゥールーズ、1859年6月にはイタリア独立戦争中にジェノバやフィレンツェを訪れている。工学学校卒業後、1860年8月にブレスト造兵省に着任し、造船、製鉄、艦船修理など多岐にわたる業務に従事した。一方、1860年の北京条約の締結後も、新では、 戦闘が続いていたため、フランス海軍は、ネーハで造船所やドックを建設し、小型の宝冠を建造することを決めた。この建造監督への就任を、ベルニーは受諾し、1862年9月に、事例を受けて、マルセイユからアレキサンドリア、スエズを経由して、上海に向かった。ネーハに着くと、同地の副領事に任命され、造船所や倉庫、 ドックを建設して1864年には4隻の砲艦がすべて竣工した。この功績により、翌年レジオンドヌールー章を受賞している。当時、江戸幕府は近代化を進めて、フランスの協力による近代的造兵賞の建設を決定し、フランス側の担当者だった提督、バンジャマン・ジョリスの要請によりベルニーは1865年1月に日本へ派遣された。 江戸に近く、波浪の影響を受けにくい入江である上に、感染の停泊に十分な広さと深さを備えた海面があり、白地として良好な条件を備えていたことから、造船所や製鉄所を含む同施設の建設地として横須賀が選ばれた。中国から持参した建設資料と見積もりをもとにベルニーは、 中日講師のレオン・ロッシュラと横須賀製鉄所の規立下岸を作成し、2月11日に提出している。計画では4年間で製鉄所1カ所、幹線の修理所2カ所、造船所3カ所、武器校及び宿舎などを建設し、予算は総額240万ドルとされた。2月24日に水野中世と堺忠氏が薬場所に連署して建設が正式に決まり、 造兵場建設に必要な物品の購入や、フランス人技術者を手配するため、同年4月に日本を立ち、フランスに一時帰国した。間欠熱や異病のため故郷で休養した後、8月27日から12月7日まで、文久検王施設に同行して、海軍施設などを案内した。1866年3月に、フランス人住宅の建設担当者を先に、 日本に派遣した後、資材を調達して、ベルニー自身も4月16日にマルセイユを出発して6月8日に横浜に到着した。横須賀では、フランス人たちが驚くほどのスピードで造成が進められ、入り江が埋め立てられ、山が切り崩された。ベルニーは、責任者として建設工事を統率し、40数名のフランス人技術者に指示を出した。 なお月給は833メキシコドルで年俸にして1万メキシコドルを超える高給を受け取っていた。フランス人住宅や警護の詰め所、隠し工場や馬子や日本人技術者養成のための技術学校などの各種施設が建設される中、1867年3月にベルニーは上海に渡り、上海領事だったモンモラン施設の娘、 マリーと4月22日に結婚式を挙げている。ベルニーが建設に関わった品川東大ベルニーの指導の下横須賀製鉄所で製造されたレンガの刻印部分。1868年に、母親戦争が勃発して3月には新政府軍が箱根まで進出してきたため、浅野市優と川勝広志により、横浜居留地へ退去するようフランス人に指示が出たが、 ベルニーは政治的事件のとばっちりを受けたものの、事業中断はできないとして、通報帝を待機させながら、横須賀にとどまった。4月には、神奈川裁判所総督の東、久世道富と副総督、鍋島直弘によって、横須賀製鉄所が接収されている。この時点で使用した経費は150万8400ドルに上り、さらに83万ドル以上が必要となったため、 予算難の新政府は親といいフランス人の解雇と工事の中断を検討したが、フランス公使、ウートレやベルニーの艦隊によって建設の継続が決まっている。また、同年には、灯台用機械がフランスから届き、ルイ・フェリックス・フロランに命じて観音崎灯台を建設した。このほか、東京周辺で観音崎灯台、野島崎灯台、品川灯台、 城ヶ島灯台の建設にも関わった。そのうち品川灯台だけはベルニーが関わった。当時のものが博物館、明治村に移築され現存している。妻の健康問題などのため1869年5月から休暇を取ってフランスに帰り、1870年3月に横須賀に戻っている。1871年に 横須賀製鉄所と横浜製鉄所はそれぞれ横須賀造船所、横浜造船所と改名され、9月に後部省進むの日田浜五郎が造船建設策頭として横須賀に赴任してきた。ベルニーが指導して造船された総流が1872年に、キヨテルが1875年にそれぞれ浸水するなど、横須賀での感染建造は順調に進んだ。 一方で、ベルニーの高級は新政府にとってネックとなり、1873年に、フランス公使、サンイコール簡単伯爵と交渉して解任が受諾され、1876年3月3日に、ベルニーは解職された。これに伴い、1875年12月28日に、ルドビク・サバティエと共に、河村・ソミの圧戦で、苦内省で、 明治天皇の越見を受けたほか、1876年1月16日には、延べ、両館で、送別の縁が催されて三条耳らから書棚と、花瓶が送られている。同年2月26日に12年間の滞在を、まとめた、報告書を政府に提出し、3月12日に家族と、共に、横浜港から帰国した。なお、日本滞在中に一万二条を設けている。 マルセイユに到着後、消化不良と衰弱を理由に20日間の休暇を取り、さらにこれを6週間に延長している。海軍像専攻学学校での教授職などを検討したが、フランス海軍内での給食活動は難航し、ローヌ県の海軍交渉でしばらく監督業務を務めた後、1876年から接触を持ったサンテティエンヌ近郊のフィルミニーと、 ロシュラモリエールの炭鉱の所長となり、海軍を退職した。1882年から1885年まで、サンテティエンヌ商工会議所の幹事を務め、鉱山学校の設立などに携わっていた。1888年には、故郷の大船のポンド大船で家を購入し、1895年に炭鉱の仕事を辞めるとこの家に移り、1908年5月2日に、 自宅で肺炎のため死去した。ベルニー公園レオンスベルニーは日本では近代化と日仏友好の象徴とされている。横須賀海軍基地に隣接する海辺にはベルニーの名を冠したベルニー公園が造営され、胸像も設置された。同公園内にはベルニーの業績を紹介するパネル等が展示されたベルニー記念館もある。横須賀製鉄所建設に 大きな貢献をしたベルギーを忍んで、毎年11月中旬の土曜には、ベルギー、おぐり祭式典が開かれている。日仏修好通商条約から数えて、国交開始150周年となる2008年に発売された、日仏両国の代表的な人物の記念切手、幕末シリーズでは、10人の中に選ばれた。ベルギーの自宅があったオブナのポンドオブナ付近には、現在、アベニュー、 バーニーガール、ありがとうございます。